ふんじゃあ2013年の解説をしていきましょうか。最近ねノートを要求してくれる方がいらっしゃってね、はい、ありがたいんですけども、ノートは持ってってもダメですからね。それが頭に入ってないと何の意味もないので、できなかった問題のそのノートの部分はぜひ何の紙でもいいですからちょっと手を動かして書いてみてくださいね。はい、では早速問1番からいきましょう。問1番はそもそも鋼と銑鉄ってなんだっけっていうね、はい、鉄の部分について言ってるんですけども、ちょっとノートを確認してみるとこのページですね。はい、こちらです。銑鉄と鋼と書いてあります。まあ分かりやすく言えば、銑鉄っていうのは炭素含有量が、4% 以上、鋼鋼ですか、これは炭素含有量が 2% 未満、銑鉄の方が脆くて、鋼鋼の方が硬いわけなんですね。じゃあ銑鉄から鋼を作るためには炭素を除去する必要があるわけです。じゃあ炭素を除去するためには何が必要かっていうと、酸素が必要になってくる、まあ、そういう問題だったんですね。だから、まあ、1番は正しいわけです。続けて2番いきましょうか。アンモニアはこれはもういいよね。まずアンモニアを作るのは何でしたっけ、ハーバーボッシュ法でしたっけ。哲也くんの息はハーハーとアンモニア臭い。窒素と水素でアンモニア作って、さまざまな触媒ね、ハーバーボッシュ法では四酸化酸鉄、そしてオストワルド法硝酸ですよね、っていう風な、まあそういう風な流れが、まあ両方に書いてあるのか、こっちとこっち両方書いてあるわ。はい、アンモニアと空気から、まあ酸素のことですよ。ですから2番と3番は両方とも正しいわけです。もう一回語呂確認します。ここだね、オストワルド法、金ちゃんに硝酸アルドだったりとかさ、哲也くんの息はハーハーとアンモニア臭いとかね、バカな語呂で言う、申し訳ないんだけどさ、これしっかり頭に入れておきましょう。まあノート見て復習してるっちゅう方はさ、ここの流れですよね、ハーバーボッシュ法からオストワルド法へのつながりっていうのをしっかり見ておくとよかったんじゃないでしょうかね。選択肢2番3番は正しいわけです。4番フッ化水素は、ホタル石、フッ化カルシウム、フッ化カルシウムは CAF2 かい ?CAF2 に、ごめんね、字汚いね、許してね。に、農園酸。いや、農園酸ダメだ。農園酸ダメだ。使うなら農硫酸だ。不揮発性の利用ってみんな聞いたことあっかな有名なやつはね、塩化ナトリウムに濃硫酸を加えて HCl 塩化水素を作るってやつなんだよ。ちょっとそこら辺の説明を簡単にしてみようか。無機化学における化学反応の原則として中和、酸化還元、物質の強弱、まあ弱酸有利とかっていう言葉とか聞いたことあると思うんですけどね、まさにフッ化水素を発生させるっていうのはそれを利用するわけなんです。はい、ホタル石に硫酸、硫酸というのは不揮発性の液体でございます。それに対してフッ化水素や塩化水素っていうのは揮発性の酸です。まあ分かりやすく言うと揮発性の酸の方が弱くて不揮発性の酸の方が強いと皆さんの頭の中では思っておいてください。これは強酸弱酸の強い弱いではありません。性質的に強い弱い、先輩後輩みたいなもんです。ですから後輩が円を作っている、このような形でカルシウムと手をつないでいるときに先輩が通り過ぎたらこの陽イオンと陰イオン、つまりカルシウムと H2 がひっくり返るっていう反応が、今回の問題で、聞いていたものなんですね。ですからこれ弱酸の有利ってここ書いてありますけどこれ嘘ですからね。弱酸の有利ではなくて、揮発性の酸の有利と書くべきでしょう。ということで明らかに4番が誤りであることが分かったんですが、一応5番も見てみると酸素は液体空気、そりゃそうだよね、空気の中には酸素2割入ってんだからそれ利用しない手はないよねっていうのが、この問題でございました。今一度答え確認してください。答え誤りを含むもの、適当でないものは4番でした。はい、では問2番ですね。まあここら辺もう耳たこだよ先生、説明いらないよって言ってくれるとありがたいんですけども、フラーレンサッカーボール型球場問題ないですね。ケイ素はダイヤモンドと同様の結晶構造を持つっていうのは共有結合結晶のことを言ってるんじゃないですかね。そこだけ確認しておきますか。はい、ちょっとちっちゃくしとこうか。
こんな感じで書いてありますけども、はい、結晶は共有結合結晶を持つよと。共有結合結晶を持つものっていうのは前にも話をしたかと思うんですけども、はい、炭素、ケイ素、二酸化ケイ素、これが共有結合結晶という巨大分子を作りやすいやつらだったよっていうのを今一度思い出しておきましょう。ケイ素は二酸化ケイ素を還元して作ることができる。まあなんせね、酸化物から単体を取り出すことが簡単にできれば問題ないんじゃないでしょうかね。スズは常温で起源酸に溶けやすい。まあスズは別に至って普通な金属元素ですからね、これはありなんでしょうけども、これがダメなんでしょうね。鉛、さあこれも耳たこかもしれません、3回目って感じかもしれませんが、今一度確認をすることにしましょう。鉛の特殊性です。鉛がちゃんと溶解できるのは硝酸だけ。塩酸、希硫酸では、残念ながら不溶性の塩をつけてしまうよっていう、作ってしまうよっていうやつでございました。大丈夫でしょうかね。ということで、これも誤りを含むもの何番って言われたら5番というふうに選べたわけです。大丈夫でしょうか。問題を落ち着いて読めば問い3番は簡単に2つ選べると思いますよ。強塩基の水溶液まあ何だっていいですわ。代表例 NaOH にしときましょうか。NaOH と、塩を作る。塩を作るってことはですね、中和反応のことですよね。まずはじゃあ中和できるもの、つまりまずは酸を探しますよね。はい、この中で酸って P4O10、 水の中に溶けたらリン酸になりますから、まずは3番を選ぶことになるんじゃないですかね。大丈夫。水に溶けたらどうなるのっつったら、これ NaOH、 これ Mg(OH) の2、これ Ca(OH) の2ですから、まあこいつらは塩基性ですよ。じゃあ先生、これだって ZN(OH) の2になるよね。じゃあこれもダメじゃん、答え1個しかないじゃんと思ったそこのあなた、 ZN は特殊なやつだったなっていうのもあなたにとって耳たこになっててほしい。両性元素なんだよね。両性元素っていうのは単体だろうが酸化物であろうが、水素を発生して、まあ、今回の場合は水素は発生しないだろうけど、 ZN は索イオンとなって溶解するんじゃないかっていう、そういうやつでしたね。ですので、まあ、答えは5番なんですけども、せっかくですから、ここでこんなこともちょっと確認してみましょうかね。よくさ、酸性酸化物とか塩基性酸化物とか良性酸化物とかって言うじゃん。あれ何のことよって話ですよね。酸性酸化物、もちろん水に溶けたら酸性。塩基性酸化物、それって水に溶けたら塩基性。もっと分かりやすく言えば、非金属元素の酸化物が酸性酸化物なんだよ。金属元素の酸化物が塩基性酸化物なんだよ。こう覚えた方が絶対楽なんじゃないかなって僕なんか思うわけですね。そして良性元素の酸化物が良性酸化物なんだよ。こんな感じです。でいかがですかね。大丈夫ですか。だから、あ、これ金属だから塩基性酸化物、金属だから塩基性酸化物、リンって非金属だから酸性酸化物、カルシウムはやっぱり、金属だから酸、塩基性酸化物、お前はって言った時にお前良性元素だったよなっていう風な感じで見分けてあげる、そういう問題だったんですよ。さあ次は硫黄についてこう聞いている問題でしたね。じゃあ早速見てみましょうか。誤りを含むものを探します。亜硫酸水素ナトリウム、まずこれの化学式が書けなかったら終わっちゃうんでしょうけどね。じゃあ確認しておきます。亜硫酸ナトリウムっていうのは NaHSO3 です。大丈夫、ちょっとちっちゃい、そう3なんですよ。硫酸は H2SO4 ですよね。SO4 が硫酸、1個酸素が足りないので SO3 亜硫酸ってなるわけです。こいつは弱酸です。でそこに強酸の先輩がやってきたんで、ごめんなさいっていう風な感じでNa と H がひっくり返ると。で Na と H がひっくり返ると、 Na と H がひっくり返って、こっちは NaHSO4 になるんですけども、もう片っぽ、H2SO3 っていうのは、あ、失礼、HSO3 っていうのはそれぞれこういう風にバラバラにできるよねっていう、まあそういう仕組みだったっていうことです。ここまでいいですかね。大丈夫ですか。はい、1番は正しそうです。2番、硫化水素は要素によって還元される。ちょっと待ってね、これ落ち着いて考えると、還元されるっていうのは、硫化水素は酸化剤であるというふうに聞かれてるんですけども、そんなバカなって話なんですね。硫化水素って超有名な
還元剤だったんですよ、だからこんなことは起きえないんですね。念のため確認しておきましょうか。期待総論ってことでまとめてみました。皆さんには一度これは教えたことありますね。酸化力のある気体って何？色があるやつだよ、そう覚えてくださいと。フッ素、塩素、二酸化窒素、オゾン。じゃあ還元性のあるものはっていうのは教えたことなかったんで教えておくと、硫化水素、一酸化炭素、水素、二酸化硫黄、はい、というふうな、まあ、代表的なやつがありますよっていうやつでした。ただし気をつけなければいけないのは、この二酸化硫黄っていうのはたまに酸化剤として働くときもあるわけです、ちょっとお気をつけください。大丈夫でしょうか。ですのでもう答えは2番って分かったんですが、念のため残りの選択肢を見てみると、硫化水素は、二価の弱酸である、それは H2S って H2個ありますからいいんじゃないですか。濃硫酸を加えるとスクロースは黒くなる、これ脱水作用って言われるやつですね。化学式確認してみます。化学式確認するとこんな感じです。はい、スクロースの化学式書けないっていうのはちょっとまずいかもしれませんから、早急に復習するとして、はい、ここにある水がありますよね。この水を全部ぶっこ抜いちゃうっていうのが脱水って言われるものです。はい、4番正しいですね。濃硫酸に水を加えると多量の熱が発生します。だから皆さんよく問題で聞かれるのはこれじゃないですか、薄めるときっていうのはたくさんの水の中に濃硫酸を入れてねと、これだったら飛び散るのは水ですよ。これ逆にして多量の濃硫酸に水を加えたら飛び散るの濃硫酸ですから、どえりゃあことになりますよね。濃硫酸の働きっていうのは不揮発性脱水乾燥剤酸化作用っていう風な、こういう4つがございます。しっかりと頭に入れておいてください。今一度答え確認すると答えは2番となったわけです。さて問い5ですね、誤りを含むものを早速見ていくことにしましょうか。硫酸銅に希塩酸を加えても、そうだね、塩酸は3つに過ぎない、水銀銀鉛だから確かに沈殿しないね、硫化水、おいこれほら硫化水素はダメですよ、絶対これ沈殿しますよ。ちょっと確認しませんか。硫化水素との反応では銅っていうのはどんな液性であっても、酸性中性塩基性でも必ず沈殿するっていうのが特徴でございました。なので、もう1番答えになっちゃうんですけども、残りの選択肢を見てみちゃうことにしましょう。2番、硫酸銅水溶液にアンモニア水を少量加えると沈殿生じるが、さらに加えると沈殿が溶ける。いいですね、銅と、銀と銅をあえてみましたって語呂を皆さん覚えてていただけてますかね。これですね、はい、銀メダルと銅メダルをあえてみました。再溶解してしまうやつの中に入ります。2番正しくて、3番、硫酸銅水溶液に亜鉛の粒が、これはあれですよね、イオン化傾向皆さん知ってますかっていうことですよね、もちろんイオン化傾向は亜鉛の方が大きいです。左側にあるでしょ、ですから硫酸銅銅イオンがあって、こいつがイオンで、イオン化傾向が大きい亜鉛、があると、それは単体の銅が析出するよねっていうのは正しそうです。4番、銅の電気性、電解精錬では陰極に、高純度の銅が析出する、というふうに書いてありますね。それはそうでしょうね、粗銅を陽極につなげて陰極に、純銅をつなげておけば陰極マイナス極に銅イオンがたくさん近づいてくるんですから問題ないですね。一緒に覚えておきたいのはですね、あ、5番の選択肢にありました、銅よりイオン化傾向の小さい金属が沈殿する、この中には金とか銀とかが含まれていて、はい、陽極泥と言われるものでしたね。陽極の下に含まれ、銀や金などが含まれているっていうやつでした。これもしっかりと思い出しておきたいところですね。いかがでしょう。さあ問6番ですね、情報を整理しましょうか。まず塩化鉄酸があるよというふうに言っていますね。塩化鉄酸、化学式はこんな式ですね。ここ3になってるの注意してくださいね。化学式で書くとこんな感じになりますかね、FeCl3 が Fe3 プラスと 3Cl マイナスになると。で、じゃあそれがどれだけあるねんっていうと 0.4 モルマイリットルで 20ml、まあ、20ml って 0.02 リットルのことですよね。っていうことはどれくらいあるのかっていうと、はい、0.4 モルマイリットル掛け算することの 0.02 リットルで 0.008 モル、つまり今塩化鉄酸は、0.008 モルあるというふうに言っているので、大丈夫かい、よいしょ、
インカ鉄さんが 0.008 モルあるんで、それは鉄酸プラス、これだって 0.008 モルあるわけなんです。で、問題文続き読んでってみると、すべて取り出してバーナーで強熱して酸化鉄酸の粉末を作りましたよと。じゃあ鉄酸プラスで酸化鉄酸、これも化学式で書いてみるとどうなるかっていうと、こんな感じの式になるわけなんですね。もう一度確認しますよ。もう一度確認すると、今、鉄酸プラスのイオンが 0.008 モルある。今度は係数比が、2対1なので、できる、酸化鉄括弧酸っていうのは何モルですかって言われたら、こう答えられますよね。はい、こんな風になりますね。 0.004 モル。じゃあ、こいつ式量が160なんで、皆さんが計算すればいいのは160掛け算することの 0.004 という風になるわけですね。いくつになりますか？ 0.64 グラムになるんではないでしょうか。大丈夫ですかね。今回は、まあ、イオン式が2つ必要だったわけですね。はい、もう一度答え確認すると2番というふうになったわけです。ここまで大丈夫でしょうか。はい、では最後の問題はこれですね。早速いきましょうか。まずこれは塩素を作ろうとしているってことを確認してください。塩素を作ろうとしている、1番、この中で塩素作れるのはどれだ。当然1番です、大丈夫ですかね。濃塩酸に酸化マンガン4、これも1回やった気がしますが、念のため確認をしておくと、このページですかね、酸化マンガンに濃塩酸、まあ、これは HCl の酸化ってやつですね。こんな化学反応式で表されるわけです。区別しなきゃいけないのは、塩化水素の反応ですね。塩化水素を発生させる方法としっかり区別をする必要があります。念のため全ての選択肢確認してみると、ちょっと拡大しましょうか、よいしょ、変なところ行っちゃったな。2番であれば、まあ、ここに塩化アンモニウムと書いてありますので、おそらくこれは弱塩基有利でアンモニアが発生するだろうと、 NH3 ができるだろうと。で、次の選択肢、濃塩酸に塩化ナトリウムが先ほどお話しした HCl ができるであろうと。で、基塩酸に亜鉛、っていうのは、これは中学1年生でも知ってる水素の発生方法であるっていうやつでしたね。はい、ここまで問題ないでしょうか。そのまま B も見てみると、じゃあ気体補修装置 C、 つまり塩素のこの集め方ちゃんと頭に入ってますかと。純度の高い塩素を集める方法って何でしたかってやつです。じゃあちょっとこれはせっかくノートに取ってあるんで確認をしてみるとですね、こんな感じでしたね。まず濃塩酸に酸化マンガン4を入れて、まず水を通すと。これ水を通す理由は何なのかっていうと、まず、塩素が発生するのと同時に加熱しちゃってるんで塩化水素も揮発してしまいます。だからまずは水で、この塩化水素を吸着してしまうと。ただ水を通したっていうことは、水ってそれなりの蒸気圧を持ってますから水蒸気が発生してしまう。だからこの水蒸気をキャッチするために乾燥作用、そうです、濃硫酸でやっていくと。つまり水と濃硫酸が、この順番でつながれてないといけないわけです。逆にすると、どえらいことになってしまうというやつでございます。でもちろん集め方は、塩素は、香港の中にも入ってませんし、アンモニアでもありませんから、下方置換法で集めてくださいと。ということで結論はどれになるかっていうと、補修方法 C についてっていうふうに書いてあります。もちろん下方置換法が良いで、答えになったんじゃないでしょうか。ここまでいいですかね。問題ない方、大丈夫ですかね。一応ね、説明をしたかったんでこんな風にやってみました。はい、では4回目で、これが4回目か、じゃあ5回目かな次はね。でお会いいたしましょう。